こんにちは。こんにちは。今日はイルカウォッチングにお越しくださいました。今回はですね、ちょっともう一回さ、後ろに入っていいですか。肥後イカ釣り大戦アジソネのラン開催いたします。100行きたいっすよね。初めてなんで、50匹。散歩感覚ぐらいで行こうか、これ。じゃあもっこりさ、たくさん釣ってきてくださいね。なんか結構重たい雲が。こっち盛り上がってます。うわこれドバーってくるよこれ。うわでかいの来た。来た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 よ。あ、タモタモドンキータモ、何もかも洗い流してくれ。うわ、 ありがとうございます。船長ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。あ、そうです。今回ね、よろしくお願いします。自分が挑戦する同じ船に、ね、では、うん、鼻の下伸びとるって。今鼻の汗はほら恥ずかしい傾向。絶対違うでしょう、マブちゃん。今日もうすごかったですもん。朝からこう香水シュッ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 ってこうシュッシュッシュッって。ってことで今から2時半から受付が始まって、ね、はい、今日は赤イカを釣って、3倍の合計トータルの一番大きかった、はい、総重量、ね、総重量の多かった、はい、方が優勝ということで、じゃじゃんと、うわ、総額3万円分です。こちらの方がですね、エメラルダスの方がですね、山陽自動車さんの方からのご提供で、商品をいただいてます。違うって。こっちここよ、顔が見えんくなる。で、こちらの方が私もっこりからのおもり具ですねの方になります。で、こっちの方はイカメタルロード。え、イルカウォッチング必要なんですかこれ。じゃあイルカウォッチング重い。じゃあ一回見たら。あ、いやだって今日イルカウォッチング違う。すごいね。ちなみに おいくら万円ぐらいするんですか。こちらの方がですね、いやリアルにやばい。普通にね買えないよ。じゃあ本気で狙っていくんですよ。狙わん方が多分ただですね、ただですね、ただ僕の方なんですけど女性限定です。じゃあもう暫定でやっときましょうか。もう全然顔がいい。ということで今時間が10、あと30分ぐらいで。ですね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでマボチャンネルスタートです。ちゃんとこっち編集する。どこのフィールドのユーチューバーさんなんですか。タガポカが多いんですけど。すごいいろんな多彩な釣りされてますよね。基本船からばっかりで。めっちゃでかいやつ釣ってますよね。そういう釣りは平間毎回見てます。ありがとうございます。ということでこちらね、大会のオフィシャルの T シャツ。どうこれ。かっこいいよね。今朝取りに行きましたよ。あ、そうそうそう。営業所に取りに行ってギリギリセーブよ。ギリギリに間に合った。ちょっと背中見せてもらっていいですか。かわいい。白いいですね、やっぱね。なんね、夏の白。どこね。じゃあちょっと一周してもらいましょうかね。コントラスト変えられます。顔隠さなくていいですよ。はい、ちゃんとモザイクはかけませんので。パソコンでいじくられますから。拡大したり。わ、いいね、この通じ島の橋をバックにした会場。皆さんこんにちは。じゃあ今日はイルカウォッチングにお越しくださいました。マモちゃん、マモちゃん巻いてもらっていいですか。マモチャンネルです。マモチャンネルです。思い入れていきたいです。お願いします。今回はですね、ちょっともう一回後ろに入っていいですか。肥後イカ釣り大戦アジソネのラン開催いたします。協賛の方ちょっと一応ですね、はい、リホーマルさんとポイントの富合店さんの方からですね、たくさんいただきました。ありがとうございます。大会側の方からもですね、OS1 の方と蛍光飲料水の方を1本ずつ、支給しますので、するために、所長こういうふうな所長を取りたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いします。まずは体調第一、安全第一で、今日ですね、最後まで皆さん頑張られてください。最後掛け声で終わりましょう。レッツイカ釣りたいじゃあちょっと拳をお願いします。マモちゃんの後ろで。それじゃあ行きます。じゃあレッツイカ釣りたいぜ。イエーイ。
で今開会式が終わって、リホ丸は2艘あって、そちらのメンバーさんとあと1艘がですね違う船の方に乗ります。じゃあちょっと今から場所を移動します。自分のどんちゃんこれ今日目標何匹ですか？50釣れたらいいなぐらい。50目標何匹ですか？何匹かな、初めてだな。100 100 100。おちょっと4ヶ月分ぐらいの冷凍刺身をストックするぐらいの真空でね。ドンキ今日 何匹釣りたい？20。あ、20。あ、ちょっと控えめ。何匹？西山。30。30。あ、一緒。もうこれさ、今日何匹ですか？今日250匹。あ、こっちだった。今日何匹目標ですか？初めてなんで、50匹。あ、あ、そこまでない。大丈夫？うん。まず大丈夫かよ、これ、桟橋。バキって。気をつけてよ。よいしょ。重りの塊だろ、これ。うわ、重みこれ誰の分かるの、これ鉛の塊、これ誰んとね、このモカツは。これこんな野郎いっぱいの中に女子一人大丈夫、怖くないですか？このギーノばっかり。怖い怖いって言われたらもうじゃあもっこりさ、たくさん釣ってきてくださいね。あ、はい、どうもありがとうございました。はい、島の方は振り寄ってですね、もう。あー、そこそこ。シャクリオルトってどんなこと考えてるんですか？え、そう。あー、やっぱ普段のこういろんなストレスもそういう時は忘れるわけです。いろんな邪心も捨てれるわけですね。そうそうそう。じゃあ今無邪気なんですね。ライフジャケットの下にズレ下がってくるなんかずっ下がっとったよ、これもう。じゃあこのお腹のここの上にこうつければいいんじゃないと。あ、やっぱ女子がしゃくるとやっぱ鼻なんですね。ちょ、カメラこっち。違う、こっち。さあ、日没どのくらいかな、あと1時間半ぐらいでもう日が沈む感じかな。雲がなんか結構重たい雲が、一雨来るかもしれませんね、これね。ちょっとこっち盛り上がってます。もうちょっとこう互いにこう盛り上げていかないかんとよ、これ。ちょっとどん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 沈み込むでしょうが。ワンオークロックって書いてありますね。ワンチャンフェスいつですか？いや、こっちじゃなくてあっちに行かなくなったんじゃないか、これ。うわー、これドバーって来るよ、これ。スピンブレードがついてる。ああ。うわ、でかいのが来た。来た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 よ。お、おいちゃん。お、来た。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 うわ。おい、いいんじゃない？お、た、たもたも。ドンキーたも。ドンキー。早く。あえてね。お、立ちを。立ちだ立ち。よっしゃー。うわやった。この渋い中に貴重な、すごいな。おめでとうございます。あ、自己点検の帰ります。はい、あの雷が鳴ってる時は顔は変わらず撮ってくださいね。はい、何もかも洗い流してくれ。うわっ、うわっ、ピカゴロゴロなったよ。お疲れ。した船長、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。楽しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れましたね、自分たちも。しっかり寝ました。まあ、雷すごかったって。あ、もうそっち方面まとも雲が出てきよった。朝方ぐらいまでビカビカしとったやつもんね。の割に T シャツ濡れてませんね。カッパ来たもん。ああ。探偵ロケです。探偵ロケですよね。でかっ。何やった？課長の時は。
優勝候補いきなり来たから2大会連続なの優勝するんだから。あ、全然違う。こっちが大きくないですか。こっちが、1.80。これなんかミスって面白くないですね。わざわざ隠さないからです、うん、はい、こっちだけがちょっと面白い、うん、そうそうそう、長友で、まあ、それでもいいよ、それでもいいよ。あ、なら今2人して、こっちとこっちで、うん、こっち重たいが微妙だったらこっちで、あ、こっちにしてくださいって言う権が、うん、言っていかですね、もう、うんうん、それでいきましょうか。で、最後に発表、上3人バー発表しましょう。うわ、そして成川さん辛いけね、それがね。でっけ、あ、これもまたでかいな、選手たちが。さあ2匹目。おー、うわー、あ、これはね、ぐんと上がったよ今。結局弱いやなかですか。うん、あ、3匹目がね。これ言っちゃいかんですよ。はいはいはい、おお、はい、じゃあ機長お願いします。言ったじゃない、言ったかっ、今ここで話しよったのになんで言うとんやん。じゃあ私はレディーゴー。かわいい。ほう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 。あ、そうそう、お疲れ様でした。はい、どうぞ、お願いします。はい、ダダン。次キナントばっかりさんです。さあ、次キナばっかりさん、サドン。おおおおおお、お名前を。山本です。わ、これ大きいよ。あ、なかなかこの一匹でかいっすね。おめでとうございます。何がおめでとうございます。おー、でも危ねえって、なんだこれ。映したらダメって、ここ、こっちこっち、オフィシャル側、あとオフィシャル側、オフィシャル。次の方、第一診察室へどうぞ。カイドウは何パーセントでいくか。2.8%。あ、大きいねこれ。おお、あ、こういうのまさきつったと。ビギナーズラックっていうやつです。そして何時からちょっとジギングした後に戻ってきました。2号艇と3号艇の皆さんの表彰を始めたいと思います。はい、したら、第3位から発表します。第3位だらららららら。2号艇とか、龍鳳丸の2号艇のですね。おお、おめでとうございます。じゃあ一言だけ、お疲れ様という意味で。来年頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ2、次第2位、2号艇です。とさん。おお。グラムが、1300グラムです。お疲れ様でした。ありがとうございました。次、4位いきます。こちらも2号艇です。さん、グラムがですね、3匹のリミットメイクで、1180グラムです。ありがとうございます。次が、入賞ですね、ベスト5、こちらも2号艇です。2号艇優秀じゃねえこれ。おめでとうございます。おめでとうございます。20、おめでとうございます。船長さん、まず男性のビリケツ、こちら3号艇ですね。なので、一応、まあ、次回頑張っていただきたいなと思います。頑張ってください。はい、お願いします。おめでとうございます。ちょっと一言だけいただいていいですか。半分の時間はベロ吐いて寝てました。それで持っていけるっていう。すごいですね。面白かった。それではですね、女性のビリケツ、龍鳳丸の3号艇のゆうさんです。わお。ありがとうございます。ありがとうございます。わーい、ベラルダース。最後にですね、今大会の栄えある優勝者発表します。こちらの方ですね、第3ニューフォーマルの、グラムがですね、3匹のリミットメイクで1355グラム。おめでとうございます。100グラムさん、1200ぐらいですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。3号艇の名誉のために頑張りました。おー、さすが。来年は2キロ超えですかね。ちょっと考えてます。おめでとうございます。はい、じゃあ上側の特別賞としてですね、皆さん
かこう炭ベーってぶっかけられてるので一番すごいと思われる方、私すごいよ、はい、まさき、はい、じゃあちょっと手挙げてもらっていいですか。もう手挙げられた方で審査しますんで。だからあいとねーそれでもちょっとわざとらしいねこれね。わざとでつけるわけないでしょ。絞り出したい。そうそうそう、どうしようか。1人、うん、1人女性に優しく。したらじゃあ行きましょうか。はい、特別賞皆さんですかね。はい、ちなみにですね、さんも結構いい数字叩き出してます。3匹のリミットメイクで1055g。 おお、1キロ超え。まあ次回はちょっと優勝目指したいと思います。ちょっとちょっとのおかげでいただきます。それじゃあもうそのまま閉会式に行きましょうかね。いいですか。はい、マブさん、もうこれから閉会式かなと。でした。今から閉会式を行いたいと思います。今年ですね、初めての試みで、来年はもっと大きく規模をですね、できたらして、でフィールドはまたアジソネフィールド。そうですね、今のところ予定してます。予定してます。はい、でも今度はね、もう2300人ぐらいの規模で行かせていただきたいと思います。どっから出たんですか。出社料と別に借りれるので、来年もまたご参加ください。どうでした、今日めっちゃ釣れました。あ、いつもの平均より釣れました。あ、よかったですね。あ、雨は大丈夫だったんですか。ちょこっと、うんうんうん、雷すごかったんですよ、特に。で、ね、目の前に自分の目の前に落ちましたんで。じゃあ本当にですね、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。もう帰り長丁場でまたお疲れの中運転されて帰ると思うんで、本当に自宅帰るまでがお土産は無事故でいいのというか。ですね。帰ってくださいね。はい、じゃあ以上になります。いいですかね。これじゃ終わりましょうかね。はい、なんかないですか。あ、ちょっと。ああ、そうですね。写真撮って。なんかこう掛け声。もうマブちゃん。もうみんな疲れてるけ。いいですか、掛け声して。いいですか、掛け声して。じゃあ来年も会おうねで。会おうね。来年も会おうね。ありがとうございました。今からちょっと写真撮りたいと思うんで。そう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。